おい、このままじゃ危ねえだろ。悪いけどよ、すぐにでも、と鉄。そんなに簡単に言わないでくださいよ、とカナエ。お前ら、ここで死ねえ。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ。今日は日本テレビとHuluが共同制作するドラマ、君と世界が終わる日にの考察第22回目をお送りします。この動画では毎回いろんな謎や疑問について考察し、時には妄想も交えながらこのドラマの魅力を語っていきます。なお、この動画にはネタバレがありますので注意してご視聴ください。今回はシーズン3の第9話クライマックスを妄想ということで、今回も私の妄想全開でシーズン3のストーリー展開について考察していきます。また動画の最後ではこのチャンネルに寄せられたコメントを紹介しますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。来年の2月25日に公開が決定した君セカのシーズン3ですが、Hulu の2021年年間視聴者数総合ランキングで1位、独占タイトル配信ランキングで1位、国内ドラマランキング1位の3冠を達成したということで、おめでとうございます。公式および YouTube で主演の竹内涼真と中条あゆみが受賞のコメントをされていますので、ぜひご覧になってみてください。これはすごいことですよね。総合1位っていうのはすごいと思います。なんといっても並み居る人気映画を押しのけての1位ですからね。 Hulu からの予算投入もされますから、この流れに乗ってシーズン3も期待できますよね。さあ、いよいよこのシーズン3の妄想動画もあと2回となりました。いつも動画のコメントに寄せられる応援メッセージに励まされております。ということで、今回も妄想全開で君セカシーズン3第9話を予想してみたいと思います。前回、特殊部隊のキャンプを謎のゴーレムが襲い、拉致されたジアンとクルミを救出するために響が特殊部隊と出発するというところで終わりました。場面は避難民キャンプへと戻る途中の日の立ちに移り、ゴーレム化の症状が出始めている轟の始末をめぐって日の立ちが言い争いになっていました。おい、このままじゃ危ねえだろ。悪いけどよ、すぐにでも、と鉄。そんなに簡単に言わないでくださいよ、とカナエ。源氏、お前はどう思う、と日野。元医療関係者だった源氏は、噛まれてもいないのに感染するのは初めてです。おそらくあの時ゴーレムの返り血を浴びた時に感染したんですね。すぐに転化するかは分かりません。もう少し様子を見た方がいいのでは。おい、お前そんな悠長なこと言ってられるかよ。鉄、あんたは黙ってて、とルイ。カナエさん、大丈夫。とにかくこのままここにいても危険なだけでしょ。私もついていくから安全な場所に行きましょう。ねえ警部、あそこの中継地なら今は誰も使ってないはずよ。私とカナエさんで轟さんをそこに連れていくのはどう。考え込む日の。そうだな。とにかくここにいてはまずい。かといってあいつをベースに戻すのは危険だ。わかった。ルイ、頼めるか。これを持って行ってください。と、医薬品の入ったバッグをルイに渡す源氏。ということで、カナエとルイは轟を連れて、日野たち3人とは別行動を取り、中継地と呼ばれる場所へと歩いていきました。一方、ジアンとクルミを救出するために、ユン教授やクロミンジュンのアジトを目指して進軍する特殊部隊。ジアンにつけていた手錠の GPS を頼りにアジトへ向かっていきます。そこで場面は作戦会議の回想シーンへと移り、テントのテーブルには隊長と数名の隊員、そして響がついていました。その中の一人、医療班のゴーレムウイルス対策研究担当兵が話し始めます。調査の結果、今回キャンプを襲った敵はゴーレムウイルスによる細胞活性化現象が脳細胞において強化されており、頭部の一部破壊では沈黙しない新種のゴーレムと考えられます。というと、新種のゴーレムは何をしても倒せないというのか。これまでのゴーレムの蘇生原理からすると、
全身の細胞は独自に活性化していますが、肉体を動かす指令を出しているのは脳細胞です。それならあいつの頭さえなければと響き。そうです、考えられる対策としては脳細胞の全破壊か頭部の切断で新種のゴーレムは倒せるのではないかと推測できます。なるほど、小銃で倒せなかったのはそこか。ならば近接によるショットガンが有効だな。装備を変えるように指示しろ。響きは、俺の弓では無理ですよね。悪いが民間人には装備は渡せない。いや、俺はこれでいきますとサバイバルナイフを手にする響き。一方、場面はユン教授のアジトへと変わります。新種のゴーレムによってアジトに連行されたジアンはクロミンジュンに連れられ、父親であるユン教授と対面します。韓国語で会話を始めるユン教授とジアン。久しぶりだな、ジアン。やっと帰ってきてくれて嬉しいよ。もう二度と顔は見たくないと言ったはずだけど。首藤教授の件は残念だったな。心にもないことを。お前はまだワクチンなどという意味のないことを言ってるのか。あなたたちのせいでどれだけの人たちが犠牲になったと思ってるの。くだらん。首藤教授の研究していた不老死はどうなった。知らないわ。研究結果の入ったメモリーを持っていたはずだ。もういい、連れて行きなさい。クロミンジュによって連れて行かれるジアン。助手の男がユン教授に向かって話しかけます。教授、いいのですか。するとユン教授は、もう構わない、小笠原くるみの子供が手に入ったからにはもうあと一歩です。ユン教授が見つめるガラスの仕切りの向こうにはベッドに寝かされ血液を採取されている赤ん坊の姿が。するとけたたましいサイレンの音が鳴り響き、監視カメラの映像にはアジトに突入する特殊部隊の様子が映し出されます。アジトに突入する特殊部隊、一般のゴーレムはなんとか倒せるものの強化ゴーレムには苦戦しますが、徐々にショットガンによる攻撃が功を奏して強化ゴーレムを倒していきます。そんな中サバイバルナイフで苦戦する響き。通常のゴーレムはなぎ倒していきますが、強化ゴーレムに襲われ苦戦します。頭にナイフを刺しても効かず、新たにもう一体の強化ゴーレムが現れ、響きが劣勢になったその時、マミヤ、そこをどけ。刀を持ったツボイが響きの背後から駆けつけ、強化ゴーレムの首を切断します。ツボイ。ツボイは特殊部隊よりも先にアジトを発見し潜入していたのでした。マミヤ、これを使えと、もう一振りの刀を響きに渡すツボイ。響きはツボイから刀を受け取ると、もう一体の強化ゴーレムの首をなんとか切断して難を逃れます。ありがとう、助かったツボイ。別に、俺はあいつらを許せねえだけだ。すると廊下の奥からチャリチャリと鎖を引きずる音が。クロミンジュンがナタを手に現れ、素早く飛びかかると響きとツボイに反撃を仕掛けます。クロミンジュンの勢いに圧倒される響きとツボイ。お前らここで死ねえと叫ぶクロミンジュン。というところで第9話は終わります。さあ、いよいよ特殊部隊がアジトに突入し、響きとクロミンジュンが直接対決となりました。そして次回は私のシーズン3妄想も最終話となります。ゴーレムウイルスに感染したトドロキの運命は、ツボイ、響き VS クロミンジュンの戦いは、そしてゴーレムと化したクルミとその子供の運命は。私の妄想なんですが、結末が気になりますね。これからもシーズン3が公開されるのを待ちながら、
君と世界が終わる日にの様々な謎や疑問を解明していきたいと思いますので、皆さんの考えもコメント欄にコメントください。また動画のコメント欄で動画にしてほしいテーマを募集していますので、こんな動画が見てみたいとか、君セカのこんな謎を考察してほしいなどありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。それではこのチャンネルに寄せられたコメントを紹介していきます。最初はキラさんのコメント、最終回まで楽しみにしていますということで、まあ、次回が最終話となりますので楽しみにしてください。続きまして斉藤道三さんのコメント、次回楽しみにしていますよということで、第9話もどうでしたでしょうか。ありがとうございます。トマットさんのコメント、待ってました、シーズン3の予告がもうそろそろで出そうですね。そうですね、実はこの動画を撮影しているのが、今日は19日なので、まだ公式サイトにはシーズン3の予告編というのは公開されてなかったんですけれども、そろそろ、公開されている頃だと思いますね。楽しみです。カポネウエドさんのコメント、頭つまり脳を破壊しても死なない新種というのはいいとこついてると思いますね。ありがとうございます。そうなんですね、私もこれ思いついた時は結構いいんじゃないかなと思って、妄想に加えさせてもらいました。過去のぞみさんのコメント、ゾンビ映画としてシーズン4は映画化してほしい。そうですよね、これ私の予想も、来年の夏頃に、君と世界が終わる日にザ・ムービーとして映画が公開されるといいなと、思ってます。最後に平大原さんのコメント、9話も見たいということで、頑張って9話をやってみました。いかがだったでしょうか。たくさんの皆様からのコメント本当にいつもありがとうございます。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録をお願いします。